はい、始まりました。陶芸細工亀の矢の早でございます。このネット上の屋台にフラット立ち寄ってくださった方、またいつも来てくださる皆様、本当にありがとうございます。雑談解説交えてお送りいたします。粘土が形を変えていく様子をどうぞゆっくりとお楽しみください。動画の音の方がいいかなという方は、えー、ミュートにしていただいて、お好きな音楽、ポッドキャスト等とともにお楽しみください。または、 えー、睡眠導入動画として、えー、お使いいただくことも可能でございますなんかね眠くなるらしいです私の硬い口がもろもろ眠くなるらしいので、えー、よろしければ、えー、お休みのお供にお役立てくださいませませえー、っと本日はカエルを作ってまいりますカエル リベンジです。えー、うろ覚えカエル動画、うん。資料を見ずにですね、作ったカエル動画の方が、えー、ちょっと前にアップさせていただいておりますけれども、今回はちょっと画像を見ながら作っていきます。まあね、画像を見ながら作ると、こういうメリット、そしてデメリットがあるぞという、えー、様子が、 よくわかる動画に今回はなっています。うん、いい面悪い面あるんですよね。というわけでやっていきます。カエルさんは一番顔がミソかなと思っています。前から見ても横から見てもみたいなことがね、ポイントかなと思いつつ、あはい。 そしてですね、この足ですね、今回の、うーん、資料を見ながらやる、作ることによる耕材はですね、良、えー、かったこと、悪かったことがですね、ぎゅっと詰まってるのはこの足にあるなっていう感じがします。まあ、それは、おいおいお話しさせていただくとして、まあね、本当ね、なんか前も喋りましたけど、 うーんなんかね、やっぱね、デッサン力みたいなものがね、足りないですね。えー、あの実物に似せていく能力ってやつですよね。本当にね、そこら辺が、この人形作りの味噌ですね。そういう能力が高い人は、またね、やれることの幅が全然違うんだろうなと思う今日この頃です。 私、仕事上、絵を描くこともあったり、なかったり、するんですけど、やっぱりね、ちゃんと勉強すればよかったなって思う瞬間、いろいろありますね。本当にね、惜しいことしたな。なんか、いろんな、いろんななんか自分のパラ,パラメータみたいなもの、ステータスみたいなものをですね、伸ばす。 人生上ね、伸ばしていく。ね、この分野強いなとか、こういうの分野弱いなっていうのが、えっと、皆さんあると思うんですけど、私も人生中盤、差し、差し掛かってきて、中盤、うん、もう折り返すよね。私の中ではもう折り返し始めてるなって思ってるんですけど、まあね、こんな話をすると、ね、年齢がゴリゴリとバレていくような。いや、まあでもな。 だいたい話してる内容で世代が分かりますよね。<laughs> まあね、あの、公然の事実にしながら隠してるような感じにしている私の年齢についての話はまあ、あれなんですけど、そう、何の話じゃ、そう、えっ、ー、と、自分のね、人生の経験上、どこの能力を伸ばしてきたかみたいなことを、 あの、振り返るとですね、どうですか皆さん振り返ってみていかがですか私ね、中途半端だなって思いますね。いろんなことを振り返るに、中途半端、いろんな部分が中途半端。絵もそうだし、文章能力とかね、もそうだし、それから、まあ、ちょろっと演劇の世界にもいたんですけど、そこの部分も半端にしたまま、 えー、今現在は全然違う分野というかね、にいるという、なんかね、オールマイティというわけでもないかな。なんかな。いろいろ難しいですね。<laughs> まあでも、今の自分が、えー、史上最高の自分だという感じですよね。なんか。 うんその昔仕事上で出会ったことのある語りですね、えー、なんか、またちょっと人生のカジっりをね、ちょっと違う方向にカジを切ろうと思うんだけど、年齢がこんなになっちゃったしっていう話を、なんかスッとぼやいたらですね、えっ、ー、と、なんだろうな、格言というか名言というかね、なんか、 その考え方はその通りって思うような一言をいただきましてそれがその自分の最速がリアルに最速だとそ回り道自体がもうその自分自身の最速でしかないというかねでしかないっていうかまあでしかないって言い方じゃないんですけどうん自分の歩みこそが もう全てそれが最速のことであると、最善のことであるっていうようなね、お話しいただきまして、本当にね、ありがてえなと思った、そんなことを思い出しますね。うん。いろんなことにおいてそれが当てはまるなと思いますよね。その人にはその人の歩みのね、え段階があって、 その人にとっての最速の状況というかね、最高の状態がそこにあるっていう話ですよね。それを分かった状態であらゆる人間と付き合わなきゃいけないですよ。うん。なんでこんなことできないんだろうとかね。なんで自分自身のことについてもね、自分自身なんでこんなことができないんだろう。なんでこんな遅いんだろうとかね、思う必要はねえぞっていうことがね。<laughs> 本当にね、日々、身につまされて思い至りますね。 うん、本当に、どんな、ね、年齢層の人もそうですよ。本当に目の前の、ねまあ、ちょっと人間と関わる仕事なので、ね、人に関して、うん、どんな人の、どんな人生の、どんなタイミングもね、その人にとっての最速だっていう話です。そして私のこのこ 全てのことが中途半端だなって思うこの状況も何ですかね最善という最高の状況だっていうね話ですよ何の話だ <laughs> なんだか今日はのっけからですねうーん,なんだ何の話うーん人間の話 <laughs> 人間の話をしています えー、本当はね、カエル作ってるんで、ちょっとね、えっ、ー、と、一つ前の動画でちょろっと話したプロレスの話の、えー、続きをしようと思っていたんですよ。カエル、そう。えー、私が、えー、と一番、何、えー、ですかね、お付き合いの深い、えー、新日本プロレス、えー、がですね、えー、今週から新しい、 というかね大きめの、えー、大会の方を無観客試合で、えー、生中継を、えー、始めましたいやーね何ヶ月ぶり本当に久々に、えーまあ、生ライブ観戦というかね生ライブ観戦、うん、生中継の、えー、生観戦というかね 中継の生観戦なんかどこに生が入るんだかね。<laughs> うん、ライブと生と二重の意味になったりとかしながら、なんかちょっとよくわかんない感じになってきましたけれども。うーん。まあ、久々に見て、やっぱ面白いですね、プロレスって。しかもこう、なんかね、選手たちがこう体つきが変わったりとか。 顔つきもそうだし、ちょっとコスチュームチェンジしてみたりとかね、なんかいろいろしてて、その変化をなんか楽しむっていうのもね、なんかまた一興というか、そこが面白いところですね、すごい、若,若手の選手とかがね、この体が全然この筋肉のつき方が変わっちゃってたりとか、う やっぱりあとね技が増えてたりとかね、まあ、またこのお客さんの前でやるっていうことじゃなくてそのカメラの向こうの、ね、ネットを介した画面の前に座ってる人に向けてやってるんだ俺たちはっていうことのねなんかこの取り組み方の違いみたいなのもねすごく。 感じられてそこもまあ面白いところでしたね選手自身もすごくこうなんだろうなあのー、カメラカメラの回ってる状況を、えー、と上手に意識しながら気迫をどうやって見せるかみたいなところとかねなんかちょっと望み方表現の仕方みたいなものが変わってきてる感じがして またね、こう、新たなプロレスのねう、文化みたいなものが、こう、ちょっと変わってくるところがね、あるかもしれませんね。ゆくゆく、今思い返すと、あれが、うーん、なんか一つの分岐点だったんじゃないかみたいなね、ね、えー、ところになるかもしれないなと。まあ、またね、えっ、ー、と、実際の、えー、会場での。 プロレスっていうのも復活してくるはずなので復活するのでうんまたちょっとねどう関わりがどう変化していくか分かりませんけれどもまた違った形になっていくとは思うんですけれどまあ一つのねうーんあらゆる分野において今回のコロナがねうんもたらすものっていうのはいろいろあると思います。 さあ、ええー、人間の話、それからプロレスの話ときまして、ええー、ちょっとね、冒頭言った、この話をしようと思ってた話になるんですけど、この足ね、この、なんかちょっと気持ち悪い、<laughs> 今振り返ると気持ち悪いなと思うんですよね、ちょっとね。実物見るとやっぱりリアルじゃないですか。だから、前も話したんですけど、うん人形だから、 なんかこうコミカルにしたいリアルすぎないようにしたいみたいなそのところリアルとコミカル、えー、デフォルメ可愛らしく作ってあるみたいなことのバランスがすごく難しいなと思ってて 資料を見すぎると、なんかそのリアル路線がどれぐらいめり込んでくるのか、作品に,でに出てくるのかっていうのが、のバランスがね、なんか微妙なところで、このカエルにおいては、この足に表現されるんですけど、出てきちゃってるんですけど、なんかね、いまいちこう、リアルの方がぐいぐいっときちゃいすぎて、なんかね、ちょっとね、可愛くないんですよね。 なんか、リアルに引っ張られてる割には全然リアルに作れてないし、かつ、まあそれはもうね、私の技量,技量の問題もが大いにあるんですけど、なんかね、リアルとデフォルメのバランスを微妙に間違えたために、いまいちちょっと、うん、かわいいが私の目から見ると微妙にない仕上がりにね、 なっちゃってるなぁと思うんですよね。ちょうどいいところを攻めたいですよね。ちょうどいいチャンネルを見つけたいですね。もう数をこなすしかないだろうなぁと思います。数こなして、いいもの作る、作っていくんでよろしくお願いします。そう、だからなんかね、ちょっとね、気もそぞろになっちゃってね。気もそぞろ、気もそぞろになっちゃって。 この前足の部分なんかね、かなりね、あの、ちょっとね、雑な仕上がり <laughs> になってる気がしますね。うん。悩んだまま仕上げてしまったっていう感じがします。ね、ここの部分とかね。なんか、半端に前足はデフォルメしてるんですよ。半端にね、本当に。 なんか、ごまかしてファンタジーを練り込んでるんですけど、足の方は微妙にファンタジーからはみ出さんとしているくせに下手くそっていうね、<laughs> うーんそういう感じがしますね。口を作ります。それから、目を作ります。目はね、さほど悪くなかったように思います。でもまあ、ちょっと、 目の位置ずれちゃってこの今差し込んだ右に差し込んだ目はやり直すっていうシーンがこれから展開されていくんですけどちょっとね下につけすぎたんですよね粘土をえ埋め込んでいってもう一回作り直しますさあえね私のえまた雑談に 帰帰っていきますけれども、えー、帰るだけに、ね、そう、プロレスも帰ってきたんですけど、新日本プロレスがね、帰ってきたんですけど、その、ねまたね、いっぱい私見そうな気がしますね、プロレスね。<laughs> うん、プロレス見るな、これはっていう感じがしました。えー、ちょこっとね、 今回の試合で一番なんか面白いなーって思った部分をね、しゃべろうかなと思ってて、あ,あそうそう、うん、私一番ちょっとなんか、うん、なんかちょっとね、刺さったんで見たのが、一番2回ぐらいちょっと見ちゃったのが、なんかね、真壁刀義選手と、それから辻溶太選手っていうちょっと若い、 えー、辻涼斗選手っていうのはね、若い選手なんですけど、彼の、えー、一騎打ちの試合が、えー、とございまして、こちらがですね、えー、ちょっと面白かったんでねみ、2回見ちゃいましたね、なんかね、赤部選手、本当に気迫あふれるね、その表情が本当良かったですね。うん なんか純粋にうわこの人かっこいいんだなって思いましたねなんかバラエティとかであの甘いもの食べてるプロレスラーとして割と認知度が高い気がするんですけど真壁選手彼のことなんかすごいなんか久々かっこいい人だなって思いましたねあと辻選手はねすごく動き超良かったんですけど あの髪型はもったいないな。なんかね、ちょっと半端なソバージュみたいな感じで、表情がいい選手なんでね、もっと表情見たかったなっていう感じがしましたね。さあ、そんなこと言ってたらですね、カエルが仕上がりました。あ、この角度いいな。うん。どこの角度から見てもいいものが作れるといいな。はい、えー、それ、それではですね。 えここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。いい感じだったなともし思っていただけましたらえ画面内右下の犬マークからチャンネル登録、グッドマーク等を押していただけるととても嬉しいです。またどうぞ屋台、座材、亀の屋、のぞきに来てやってください。うん、ちょっとね、半端なんですね。さあ、精進しよう。ではでは。